ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい臨床者ニュースになりますが、南米ブラジルにおけるですね、最直近5月度のですね、電気商社の普及動向が判明しました。特にですね、中国 BYD がですね、これ驚異的な販売シェア率をですね、実現することによって、すでにですね、日本のホンダと同等レベルのですね、登録規模にまで拡大しています。このですね、 EV シフトのフロンティアとも言われているですね、南米、そしてその中でもですね、中心的なブラジルのですね、最新 EV シフト動向についてを解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたい存在というのが、南米ブラジルのですね、最新 EV シフト動向になります。まずこのブラジルに関する前提知識をいくつか共有したいと思います。人口についてはすでに 2.1 億人を突破と、日本の2倍近い人口規模に到達していると。そしてアマゾン熱帯林の 63% を有するブラジルの国土面積はズバリ850万平方キロメートルと、日本の 22.5 倍という巨大な国土を有します。また世界第13位かつ南米最大の経済大国です。自動車生産については2022年シーズンで236万台、2022年シーズンにおける新車登録台数は210万台を実現しています。つまり国内で製造した車両を現地で消費するという、自動車製造大国としての側面も持ち合わせているわけです。実際日本との貿易関係を見てみても、ブラジルについては日本に対してトウモロコシや鉄鉱石、鳥類、コーヒー、アルミニウムなどを輸出しながら、日本からは自動車エンジンの部品、半導体などを輸出していると。まさに自動車関連部品を日本から調達して自国で自動車を生産している様子が見て取れるわけです。そしてこのブラジルの自動車市場において特徴的であるのが、純粋なガソリン車がほとんど走っていないという点です。というのも2023年シーズンにおけるガソリン車の販売シェア率はたったの 2.8% でした。それではブラジル人はどんなパワートレインを積んだ車を好んでいるのかというと、フレックス燃料と呼ばれるガソリンとバイオエタノールをミックスさせた燃料の存在です。その2023年シーズンにおけるフレックス燃料のシェア率はなんと 83% と、フレックス燃料の次に普及しているディーゼル車の 9.9% というシェア率と比較しても圧倒的人気であることが見て取れるわけです。バイオエタノールに関しては、ブラジルで多く取れるですね、サトウキビ由来のものが一般的です。産油国ではないブラジルとしては、経済安全保障の観点でもですね、石油を海外から輸入する量を減らすために自国で取れるサトウキビを使ってフレックス燃料を生成することで、経済安保と脱炭素の両面を推し進めようとしているわけです。よって現地ブラジルで自動車を販売する自動車メーカーについては、ブラジル市場における脱炭素戦略に関して真っ二つの意見に分かれているという点が極めて重要です。特に充電インフラや EV の価格が高止まりするという観点などから、 EV シフトではなく、あくまでもすでに高いシェア率を誇るフレックス燃料におけるエタノールの配合割合を高めたり、さらにはフレックス燃料のハイブリッドシステムなどによるさらなる燃費改善など、 EV シフトではないソリューションを模索しているのがトヨタ、フォルクスワーゲンおよびステランティスなどの存在です。他方でこのブラジルの大きな特徴というのが、すでに 85% が再生可能エネルギーで賄われているという電力構成です。よって再エネ由来の電力を使用することで、中長期で考えた脱炭素を強力に推進可能として、やはり EV を中心にしていきたいと考えているのが GM などの存在なわけです。そしてそのブラジルの次世代環境車両に関して、ちょうどブラジル市場に本格参入してきているのが中国メーカー勢の存在です。特にインパクトが大きいのが、やはり世界最大の EV メーカー BYD の存在ですよね。すでに単 EV、半 EV、ユアンプラス、ソンプラス、DMI、シール、ドルフィン、そしてドルフィンミニというですね、複数のバッテリー V と PHEV をラインナップしています。果たして BYD を筆頭とする中国メーカー勢の参入によって EV シフトがどれほど進んでいるのか、そしてブラジルにおける次世代環境車両を担うのはフレックス燃料車となるのか、それとも EV となるのかという動向を見極めるためにも、今回はその自動車大国であるブラジルの最新 EV シフト動向を概観していきたいと思います。まずはじめに、最直近である2024年5月のバッテリー V の登録台数はズバリ5170台と、前年同月と比較してもなんと 8.4 倍という増加率です。バッテリー V の急速な登録台数増加の兆候が見て取れます。また内燃機関車を全て含めた新車登録台数全体に占めるバッテリー V 単体のシェア率は、直近の5月においてズバリ 2.82% と歴史上最高水準のシェア率を実現しています。確かに史上最高の 3.48% を記録した3月と比較するとやや失速した感があるものの、それでもすでにブラジルで登録されている新車の 3% 近くがバッテリー V に置き換わっているとイメージしてみれば、新興国としては
極めて迅速に EV シフトが進み始めている様子をイメージ可能です。特に前年同月である2023年5月の支社率がたったの 0.37% であったことを加味すれば、まさに驚異的な普及率の上昇具合が見て取れるわけです。ただし2024年以降のブラジルにおける EV シフトの進展については、 EV に関連する税制優遇措置が変更という点が懸念点です。というのもブラジルでは2015年以降ベブの輸入に対して関税を免除する優遇措置を適用していました。通常輸入車に対して 35% の関税が課されるブラジルにおいては、ベブを筆頭としてそれ以外にも関税が免除されている PHEV やハイブリッド車はユーザーにとってメリットが大きく、ベブをはじめとする電動車の輸入が加速していたわけです。ところが自動車生産が重要な産業であるブラジルとしては、特に安価な中国製 EV の輸入増加に懸念を抱いたと。よってですね、2024年以降については海外製の EV やハイブリッド車に対して段階的に関税措置を復活させる方針を決定したわけです。具体的には関税率 35% に完全に戻る2026年7月までに、ベブ、PHEV、ハイブリッド車それぞれに対して段階的な税率を適用しています。他方でそれぞれのパワートレイン別に輸入割当上限額を設けて、その割当上限額に達するまでは関税が免除されるという緩和策も併用しています。いずれにしてもその輸入割当上限に達した後は2024年前半は 10%、 後半は 18% という関税が課されてしまうために、 EV の値段が引き上がってしまい、 EV シフトの停滞が懸念されているわけです。そこで特に関税措置の影響をもろに受ける中国 BYD については、現地生産の計画を発表しています。すでに30億レアル、日本円で約900億円を投資して、バッテリー EV と PHEV の生産工場やバッテリーの加工工場、バスなどの商用 EV の生産工場を建設中です。2025年前半の操業スタートを予定しています。関税の影響を受けずに、より安価で安定的な EV 販売を目指している状況なわけです。また我々日本市場で比較してどれほどの EV 普及率の差となっているのかを確認してみると、この通り水色で示されたブラジルについてはすでに日本のバッテリー EV の普及率を超えているという驚きの EV 普及状況となります。しかもその普及率の差はすでに2倍程度に開いているという衝撃的な状況です。他方でブラジルの電動車に対して関税が適用され始めた際にどれほどシェア率が失速するのかと、そしてそれを見越して中国 BYD がブラジルの生産工場を稼働させた際にどれだけ販売台数が増加するのかと、世界3位の経済大国である我々日本と新興国ブラジルの EV 普及における熱い戦いにはますます目が離せないと思います。それではこのブラジル国内においてどのような EV が人気であるのかについても確認していきたいと思います。まずこのグラフは2024年5月に登録されたバッテリー EV の人気車種ランキングトップ15を示したものです。この通り圧倒的なトップに君臨しているのが BYD が2月から登録をスタートしているドルフィンミニ、中国市場におけるスイガルの存在です。その登録台数も2100台オーバーと、ブラジルの5月におけるバッテリー EV 登録台数の 40% をこのドルフィンミニだけで賄ってしまっているレベルです。さらに2位にはドルフィンがランクインしています。まさに BYD の格安コンパクト EV2 車種の存在で、ブラジルの EV シフトを大きくリードしている様子が見て取れるわけです。さらにこのグラフの黄色で示されているのがBYD のバッテリー EV です。5月単体におけるブラジル国内のバッテリー EV 登録台数のうち、なんと BYD が 70% 以上を支配している状況です。まさにブラジルの EV シフトを牽引しているのは紛れもなく中国 BYD であるということが見て取れるわけです。次に5月単体におけるバッテリー EV と PHEV およびハイブリッド車も含めた電動車の人気車種ランキングトップ20を確認していきたいと思います。緑で示されているのがバッテリー EV、 オレンジが PHEV、 グレーがマイルドハイブリッド、フレックスハイブリッドも含めたハイブリッド車です。この通り電動車全体においてもドルフィンミニの登録台数がトップを実現しているものの、2位にランクインしたのが BYD の PHEV ソンプラスの存在です。このソンプラスについては燃費性能にも優れながら、それでいてコスト競争力が極めて高いことから、現在ブラジル市場においてスマッシュヒットを記録している状況です。ちなみにトヨタカローラクロスについては先ほど説明したフレックス燃料のハイブリッド仕様と、こちらも燃費性能が優れているためにハイブリッドとしてはトップの登録台数を実現しています。またこのグラフは2024年1月から5月までの月間登録台数の累計を積み上げたものです。トップからソンプラス、ドルフィン、そしてドルフィンミニと、 BYD がブラジルの電動車市場を席巻している様子が見て取れま
ています。特にドルフィンミニの勢いは凄まじく、6月の段階でブラジルの電動車トップに躍り出ることは間違いない情勢です。果たして2024年後半、ドルフィンミニがどれほどの登録台数を積み上げて、ブラジル市場の EV シフトをどれほど推し進めることができるのかと、このドルフィンミニの売れ行きにはますます期待していきたいと思います。またこの BYD については6月後半にもソンプラスに続く PHEV としてキングの正式発売をスタートします。このキングというのは中国でいうところのデストロイヤー O5 です。まさにチンプラスの兄弟車として BYD の最も安価な PHEV となるわけです。したがってこのキングの導入によってバッテリー EV だけではなく PHEV でもさらに大きくシェアを伸ばすことは間違いなく、ブラジルにおける存在感がさらに増すと、重要なモデルとなり得ると思います。そして個人的に驚いたデータというのがブラジル国内の自動車メーカー別の登録台数ランキングという観点です。2024年5月単体でトップに君臨しているのがフィアットの存在です。このフィアットの圧倒的売れ筋モデルというのがストラーダという小型のピックアップトラックの存在です。5月単体で 1.1 万台弱を販売するという超人気車種となります。また2位に位置するフォルクスワーゲンについてはコンパクトカーであるポロが人気車種です。次に3位に位置するのが GM の存在です。GM についてはシボレーから、コンパクトカーであるオニキスが人気です。そして第10位にランクインしたのがなんと中国 BYD の存在なわけです。5月単体ではホンダに次ぐ登録台数の多さと、いよいよブラジル市場において日本メーカーの販売規模に並び始めた様子が見て取れるわけです。そしてこの BYD に関してはさらにブラジル市場におけるプレゼンスを高めるためにさらなる新型 EV を投入する方針を表明しています。まずは既に発売をスタートさせた大衆セダンのキングがカローラクロスなどの販売シェアをどれだけ奪うことができるのかに注目されています。さらにソンプロ DMI の導入も予定されています。これはソンプラスよりもさらに安価な大衆 SUV であることからまさにトヨタカローラクロスを狙い撃ちするモデルとなります。既に人気のソンプラス以上の販売台数にも期待可能かと思います。そして何といっても既にメキシコ市場で正式発売がスタートした BYD 初のピックアップトラックシャークについてもブラジル市場で発売する方針です。このブラジル市場においてはフィアット、ストラーダ、トヨタハイラックス、フォードレンジャーなどといったピックアップトラックが非常に人気です。まさに BYD はこのピックアップトラックセグメントに得意の PHEV テクノロジーを使って殴り込みをかけようとしている状況なわけです。メキシコ市場では極めてコスト競争力が高かったことからおそらくブラジルでもハイラックスやレンジャーと同等の値段設定を実現してくる見込みであると、どれほど販売シェアを奪うことができるのかには、大いに期待することができるでしょう。はい、いずれにしても新興国であるブラジル市場の最新 EV シフト動向を俯瞰してみると既に日本の EV シェア率の2倍というまさかの普及動向でありながらその EV シフトを強力にリードしているのが BYD を筆頭とする中国勢の存在です。ドルフィンミニのさらなる販売台数の拡大、その上キングやソンプロ DMI およびシャークという怒涛の PHEV ラッシュによってさらなる販売シェアの拡大へ虎視眈々です。そしてブラジル国内の EV 生産工場を稼働させることによって関税の影響を回避させながらさらにコストダウンを実現すると、ブラジル市場だけではなく中南米市場の EV 生産のハブとして BYD の要となるはずです。はい、何にせよですね、特に中国 BYD の存在によってですね2024年後半以降このブラジル市場におけるですね、EV シフトがどのように進んでいくのかと、このですねブラジル国内におけるですねフレックス燃料そしてですね EV どちらがですね次世代環境車の覇権を握ることになるのかと、ますますですね、EV シフトが進み始めている、今回のブラジルをはじめとするですね、中南米東南アジア、オセアニア地域さらには今後ですねアフリカなんかもですね、注目されていくことになると思いますが、この新興国におけるですね EV シフト動向についてはですね定期的に情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。